ダンスをスローモーション撮影して部分的に速度変更。今回はこれをやります。まずはダンス動画を撮影しているシーンをご覧ください。ちょうどこの時田植えの時期だったので耕運機の音が大きく入ってしまいました。なので音をカットしています。ダンスはミサさんです。手持ちカメラで撮影した動画を今回は使います。5倍速のスローモーション設定で撮影しています。ここでカメラのスローモーション設定のやり方を簡単に説明します。私がやっている方法を説明します。ここをスロー&クイックモードにしてあります。通常のモードはこれですね。この位置に動画撮影ボタンを持ってきますが、今度この S&Q というのに切り替えます。ロックボタン外して S&Q スロー&クイックにします。それで次ここですね。枚数の設定ですが、フレームの設定ですけれども、スロー&クイックの場合は120フレーム、それで再生の時に 24p になっていると。そうするとスローモーションになるということですね。 ちなみに私は動画撮影の場合はこの設定です。 4K30p ですが、スロー&クイックになるとここが 4K の 24p になります。当然ここは120フレームになるので、割り算すると5倍速のスローモーションということになります。これが α7S Mark III の設定です。次に α6400 ですが、α6400 もここで切り替えます。これが動画モードとスロー&クイック、ここで切り替えますね。それでこれを動画モードからスロー&クイックにします。まあ α6400 の場合もここで切り替えていきます。簡単ですね。はい、以上で説明を終わりです。はい、こんにちは。この動画の素材をこのメディアプールに入れてあります。ではミサさんがこの駅のホームでダンスをする動画をですね、自在にスピードをコントロールしながら完成させていく動画編集をやってみたいと思います。どうやってやったのかと言いますとね、こうタイムラインがこれだけあるんですが、この下オーディオは1、2とありますが、音楽はどちらを使うかは後で決めましょう。映像のタイムラインはビデオの1から5まであります。ではまず動画だけを見てみましょう。もうすでにスピードをところどころコントロールしてありますが、それまず見てもらいますね。ビデオの2にメインが入っています。では行ってみましょう。この動画はですね、もともと5倍速のスローモーションで撮ってあります。1秒間に120フレームで撮影して、再生がですね24フレームにしてありますから5倍速となりますね。でそれをところどころスピードを速くしてアクセントをつける動画編集にしてあります。ここに動画の長さが表示されています。1分10秒、ここにフレーム数が載っています。24フレームということです。もともとはこれね、120フレームで撮っているスローモーションビデオです。スローモーションビデオなので音声はもともと入っていません。はい、ここで終わりなんですね。ではここのところですね、 どのようにスピードをコントロールしたのかということを見てみましょう。私の動画で同じミサさんが沖縄のカフェクルクマの森でダンスをしていただいて、それをスピードを自在にコントロールする内容の番組を配信しております。そちらを見ていただけると分かりやすいと思います。まずやった後の形跡を見せますね。タイムライン右クリックです。そうするとここリタイムコントロールをクリックしますと出てきますね。はい、これが私がスピードを変えたポイント点、ここがそうですね、ポイント点、ここにマークが打ってあります。このマークの打ち方も作り方も配信済みの動画を参考にしていただけると分かりやすいと思います。でここですね、ここからスタートからここまでは 150% にしてあります。これをね、逆三角形を左クリックするとここに速度変更度出てきますから、これ 100% にしたら元通りなんですが、これちょっと早めてありますね。スローモーションなので、ここはねそれでもかなりのスローモーションなんですね。 150% で変わらないわけですね。ではここじゃあ何パーセントにしたのかを見てみましょう。次のここ出てきますね。もう少し長くしてみると出てきますね。はい、
はい、ここはね最初のポイントが 400% です。なので5倍速で撮っていてまた4倍に戻しただけなので実際のスピードよりは若干まだ遅いんですが、これだけの落差があるとここだけアクセントがつくんですね。これちょっと確認してみましょうね。左クリックして速度変更、これを800にしたかったら800にすればいいわけですが、これ短くなるだけですね。でこれ元へ戻します。同様に次のところは 150% ですね。はい、ここのところも 400% です。はい、次 150% にしてまたここですね 400% に早めてあります。足上げたところですね。かなりミサさんはね足が長くてクラシックバレエをやっていた関係でね美しいフォームなので足を早くサッと下ろす、うん、こういうスピードにしてみました。でここからまた 150% なので4倍速ぐらいですかね、時間的に言うと。はい、ここがまた 400% に早めてあります。ここでここだけ通常の 100% にしてあります。ここだけゆっくり、はい、でここはまたここ何パーセントか見てみましょうね。はい、 400% ですね。はい、 400% にして次 150% にしてあります。でここがポイントで 400%、 100%撮ったままのここは5倍速のスローモーションです。はい、400% に早めて最後だけ 175% にしました。でここは同じ動画の長さです。ここね、ここでカットしてここに持ってきてかぶせたですね。そういう動画にしてあります。最後のカットはビデオ1のタイムラインに入れて途中からふわっと入ってくるようにしてあります。これだけのタイムラインですね。はい、次にビデオ3トラックを有効化にしますね。これはですね、フィルムダメージどうやって作るのかというと、エフェクトから調整クリップ、これをここに入れたんですけどね。これは今消しますね。そしてこれをバーをずーっとここまで伸ばしていって、そして先ほどのオープン FX フィルターと進んで、フィルターの中のフィルムダメージというのをここにドラッグ&ペーストしたんですね。ところがここの調整クリップなんですが、このエフェクト見るとねフィルムダメージ入ってますね。でもここはねポンと入れただけでは全部動くダートだとかですね、傷ですね、要するにフィルムダメージですから、古いフィルム調に雨が降ったり傷ついたりそういったものが動いたりするので、これがオンになっちゃってるんですね。でこれチェック外すんです。ここら辺もそうですね。これ有効化もあったら有効化も消すんですね。でこれをここだけを使うんです。フィルム裏ちょっとぼかして、そして色温度もちょっとアンバー系にして、ティントもマイナス 0.1、 これは設定のままを使います。色温度上げたければこの辺でやりましょうか。こんな感じに右へ持っていくとなりますね。これは好みですが、これは初期設定のまま使っています。はい、それがこのビデオ3のトラックです。はい、じゃあ次にテキストアニメーション、最初のスタート、ここで何を入れたのかというと、これが入りました。ダンスミサ、このテキストが入りました。これが、ね、どこにあるのかというと、タイトルの中のクリーン&シンプルヒーリング、これですね。ここで見せましょうね。はい、ここで入れましょう。はい、ここのプリセットにあるテキストを使いました。でここにここの文字がスモール、小さい方の文字ですね。で下がビッグタイトル、これが大きい方の文字です。これをこのように、でここでダンス、ここに踊っている人の名前、こういうのを入れただけなんですね。はい、で色はこの色はここでカラー選択すれば変えられるので、私はこの色を使ったんじゃないかな。はい、それがここにあるわけですね。はい、というのをここで作りました。ではこれ不要ですのでこれ消しましょう。はい、選択を削除。同様に次にタイトルをここで表したんですけど、ダンスオンザプラットフォーム、そしてラインが入ってチャンネル名が入りました。ボンジュルフォトチャンネルで、これもですね中にあるプリセットを使いました。これも好みなので使いたいものをそれぞれがやればいいと思うんですが、例えばここで持ってきますね。はい、これなんですね。使ったのはホリゾンタルラインリビールというのを使いました。はい、先ほどと同様にこのバーの上と下の文字をここの右側のタイトルというところにあるそれぞれのここと、はい、ここに打って、そしてバーの色もですね
この色を使ったと思うんですね。それがこのテキストタイトル、ここですね、ここで使いました。でこれ消しておきますね。これちょっと長さがちょっと違うようですが、これは長くもできるので、例えばこれちょっと長くしてあります。はい、短くもできます。ちょっと短めにしてあります。このように、ね、短めにすることもできます。あまり短くするとカクつくので、うん、まあこれぐらいまでですね。でこれ消しておきましょう。はい、ではここにチャンネル名の登録チャンネル入れて、これはまた別の番組で機会があれば紹介してみたいと思います。はい、最後同様にこれですね、タイトルをオルトキーを押しながらこう持っていくと、ここに同じものができるんですね、うん、同じものができてますね。でこれ消しておきましょう、いらないので。ここね、ビデオ後のタイムライン入れてあるんですね。これちょっとね重なるのでこんな感じですね。でこれがテキストが入れて映像と入れたビデオのラインです。次音声です。 YouTube がフリーで提供している音源を使いました。それがオーディオの1に入っています。ではちょっと聞いてみましょう。はい、最初はねフェードインという風に入ってくるように、うん、この辺りから始まるようにして、ここフェードイン、徐々に音が入ってくるような感じで、うん、この四角をですね、四角がありますから、これを左クリックしてグーッと持ってくるだけですね。そうするとフェードインしてきます、音が。これもですね、音楽の後ろを揃えました、私ね。エンディングがかっこいいんですよ。だから後ろをここを揃えたんですね。じゃあエンディングのところを聞いてみましょう。これからね、はい、うん、はい、こんな感じになりました。はい、ではこれがダヴィンチリゾルブ17の無料版で作った簡単なスピードをコントロールして音楽を最後に合わせるプリセットでできるテキストをはめ込んだ動画編集のやり方をご紹介しました。動画編集の解説紹介を終わります。ではこの後ミサさんのダンスオンザプラットフォームをご視聴ください。どうぞ。モデルのミサさん、華麗なるダンスを大変ありがとうございました。撮影機材は記載の通りです。この2枚の画像は動画から写真にしました。皆さん、最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。ボンジュールフォトチャンネルでは写真や映像を通じて皆さんの人生がもっと豊かにハッピーになる番組を目指しています。チャンネル登録いただけると嬉しいです。今回はこれまで。次回動画配信をお楽しみに。ではまた。See you again!